よしと、今ね、買い物を帰ってきました。で、今回買ってきたものをね、ちょっと見せていきます。コーヒーとパン、パンとチーズとバター、コーヒーこっちどこか、あと歯磨き粉、ケチャップ、あとアーニャのね、健康用のやつです。これなんて言えばいいんだろう、ちょっとこれわからない。あとハム、ソーセージ、生地、冷凍生地だね、パイ生地だね、これをピザに使います。リンゴ2つ、あと梨2個、モッツァレラチーズ、トマト4個で、変なのもらった、もらった、なんだろうこれ、わかんねえ。合計金額が1492ルーブル、いくらだろう、スマホどこだ、1492、いくらだろう、全部で2552円です。2552か。まあほとんどがピザ用だからな、ピザと、まああと歯ブラシも、歯ブラシじゃねえ、歯磨き粉も買ってっからね。高いと思う？安くないね。だよな、作っちゃおう。どうする、生地まだ硬いよ。じゃあちょっと時間かかる。てかパンいくらだった、これ測ってたけど、1個の値段じゃないのこれ。テレスチテレテレスピアチルーブル、2ドルが80円ぐらい、多分80円ぐらい、安いよね。コーヒー、チーズとケチャップ、チーズとチーズ、スーパーとポテト、はい。で、まずこういう風にね、野菜、まあ、トマトに限らず、きゅうりもフルーツもそうなんだけど、必ず絶対石鹸で洗います。日本で洗わない？まあ洗う人もいるよ、もちろん洗った方がいいんだけど、まあ洗った方がいいね。まあ日本にいた時は水洗いとかしかしてなかったけど、ロシアに来てはちゃんと石鹸で洗ってる。怖いです。で、このピザは基本アーニャさんの味付けでございます。まあ普通にソーセージ種類も多いけど、今回一つだ。そう、まあなぜかというと、まあダイエットとか健康にやっぱ気をつけてるから。ダイエットだからピザ作る。まあちょっとおかしいやな。うん、一番待ってるピザ違うよ、コジはあれだよ、それソーセージ待ってるんだよ。コジ寝るじゃん、ダメよ食べちゃう、これが欲しくてしょうがないんだから な、 な、ダメよ本当に。わかっことにするの、食べたくて食べたくてしょうがないな。なんでミャオって、あ、食べたいの、だってご飯食べたじゃん、ご飯食べたべな。やっぱり、あー違うやつとか。今回何買ったの、パチティトロさんの取り方、あーちょっとドロゴイ、No, no. Ты почему такой крикливый? Ой, Коди. Костик. Нани. Нани. Гуан, ты гуан убочата. Гуан убочата, но. Гуан. Да, и мы, ну, пицца, ну, такой шокзай, то как, шокзай, ну, все это, китте, ну, то есть, 今, 冷凍の生地をね、今解凍してるとこで、ちょっと時間があるので、イースターエッグのね、動画のコメント、ちょっと見ていきます。で、質問があったらね、答えていきます。アニャもだよ。コメントあったらよろしくね。はい。パパさんの乗ってるブロボックスは結構年季が入ってるので、部品を聞き出し、まあ、ぶっちゃけ、
プロボックスはシベリアですっごい走ってます。で、スペアパーツとか部品取り車とか、中古のね、インターネットで調べても、まだまだ全然あります。コージちょっと待って。子供です。で、まあ、プロボックスに対してはもうスペアパーツがね、結構あるので、まだまだ大丈夫だと思います。次は、パパすごいですね。何でも直しちゃう。パパすごいよね。あの人ほんといつもすごくない？すごい、うん。何でもやっちゃうからね。何でもできる。うん、お茶飲むパパ素敵。ママの健康な姿が最高。ママいつも元気だからね。うん。うもうダーチャであちこちあちこち走ってからね。そういえば去年はたくさんイースタエッグを作ってましたね。よく見ていらっしゃる方いますね。ありがとうございます。あれ何年前？去年動画アップロードしたっけ？うん、したかな。したか。じゃあ1年前の動画見てくれた、うん、お、アーニャのあったぞコメント。最後のアーニャさんのバイバイが可愛いだって。ありがとうございます。そういえば翔太郎さんの免許どうなりましたか？ロシアの教習所、ロシアの教習所はまだ通ってない状態で、今ロシアの教習の試験問題とあと勉強用の教材を買って、まあ、あの、わからない単語がね、めちゃめちゃ多くて、今、勉強してる最中です。で、ある程度わかればね、行っちゃおうかなと思うんだけど、とりあえず今、自分が勉強してるのは、四輪、普通車と二輪のバイクです。大型かな？大型行っちゃおうかなと思って、大型の、今、勉強してるところです。あ、いいのあって、アーニャさん。はいはい。おいでおいでおいで。こっちおいで。毎回見てますよ。ありがとうございます。日本の北海道からです。何か送ってあげたいと思いますが、住所もわからないので、私の家族と話してます。荷物送りたいんだって。ああ、いいね。で、1年前、2年前のね、動画のコメントでもやっぱ何か送りたいっていう人がね、結構いるんですよ。ただ、今ね、やっぱ起きてるあの戦争のね、関係で、あの、郵貯の方でも、郵便の方でも、ロシアの方でも、日本からね、日本から国際郵便送れないんですよね、すべてが。ただ、こちらから日本に物は送れるんだけど、やっぱ視聴者さんがね、送りたいっていう人結構いて、うん、ね、やっぱ断念してる状態なんですけども、まあ、もしね、国際郵便送っていただけるっていう気持ちで、本当私たち本当に嬉しいです。ありがとうございます。で、国際郵便がね、送れるようになりましたら、一応ね、皆さんにお知らせします。まあその時までね、皆さんで待ちましょう。クリーチっていうパン初めて知りました。日本でも売ってるかな？クリーチっていうのはね、普通のパンにレーズンが入ってるパンなので、で、あと上にね、白い砂糖がかかってて、綺麗な、なんだろう、黄色とかオレンジとか青とかのなんか砂糖みたいなのがね、振りかかってるやつなんだけど、まあレーズン入りのパンかな。あと家に作っていい？家でも作れるね。うん。です。コメントありがとうございます。よし、作ろう。はい。よしこ。どれ出せる？これ？どう開けます？はいよ。ちょっと待って。トマトここでいい？うん。先ほど買ったこのパイ生地1枚と、もう1枚、2枚ね、入ってます。まあ、2つ使えば、だいたいね、これ今用意したこの容器に多分だけど、ぴったり収まると思います。だよね。入ったよね。確か。入ってるよね。入ってるよね。うん。オッケー。うん。ぬりぬり。ちゃんとやらないと怒られちゃうからね。いや、怒られないよ。待ってる待ってる。はい。ありがとう。はい。うん。うん。ソース何？トマトケチャップとマヨネーズ？У меня простой соус. Нандо ぐらい? Сколько мы прошли раз? 200... 200 чудо?
じゃん。200でいいのね。どうした200に。だ？いや、だから200。邪魔しない方がいいかな、俺は。すぐ汚くなっちゃうから。大丈夫、大丈夫。うん、美味しそうでしょ。もうすでにここで美味しいからね、うん、匂いがすげえわ。ね、ボトンポカ、うん、この次がトマト、ね、うん、今回簡単なピザ。まあもちろんもちろん、ランチポンションの時ショッパリシーボトンポカ、ダダダポン、結構やばかったよな、うん、カロリーすごかったと思うよ多分。いや、前回ぐらいの動画かな。でお店行ってコカ・コーラとかね撮影したんだけど、ロシアではもうコカ・コーラとかねペプシはなくてね、あのロシアのコーラ、コーラっつったらやっぱドーブレイとかそういうコーラとかね なっちゃうんだけど、まあ、レシピは基本同じらしいです。同じ工場作ってるの、うん、ただ名前だけ変えただけだからね、うん、であのね、ロシアはロシアで、ロシア独自の進化をね、結構食べ物、飲み物をね、進化してるんだけど、あの、食べ物で言うと、まあ、ハンバーガーもそうだし、ケンタッキーもそうだし、まあ、ケンタッキーないよね、名前変わっちゃった。名前なんだっけ、ケンタッキー。ロスティックスかな？あ？ロスティックス。ロシア来て一個も食べてないかな。ケンタッキー行ったけど人多くて帰っちゃったっていうのね、2、3回やったからね。で、ね、まあ、寿司もそうだし、ピザもそうなんだけど、名前も見た目も味ももうほとんどもうロシア人向けに結構味がね改良されてるから、最初見た時びっくりしたもんね俺ね、うん、ピザもそうだし、ピザもやっぱ日本と比べるともう全然違うしね。でも美味しいと思う。結構美味しいと思うよ、うん、ただやね、なんつうんだろう、見た目はあれだけど味は美味しいみたいなね。これいらないやつ、これ後で食べちゃおう俺。ちょっと、まあアーニャさんがね最近ずっとなんか料理勉強したり自分で試してみたりやってくれてるから、俺も俺でね毎日楽しいです料理が。アーニャの料理が奇想天外な料理はないけど美味しいのは結構出てくる。まずいっていうのないもんね、一回もね。ないのよな。スープ美味しいし、デザート美味しいし、ピザ美味しいし。じゃあもう入れちゃうぞ。どうも、こっちからでもいいか。ちょっと、うん、何分ぐらい ?40 分、うん、25分ぐらい。ああ、ちょっと先に立てる場所。今ね、こういう風にできてます。ナトラッシュ、うん、今やるよチーズ、うん、まあ大丈夫だろうね、トマト。うん。で、モッツァレラ乗っけて、あと最後に何だっけ、普通のチーズか。よいしょ、チーズ。チョコレートか。どうか。もしやすいや。いい匂いだ。すげえな。チーズおいしい？おお、モッツァレラすごいんじゃない？よし、ここはじて。おお、すげえ。すごいじゃん。モッツァレラやっぱ綺麗だね。うん、のかく、うん、美味しいと思うよ。ああ、うんうん、うん、いいね、美味しそう、やば。Это мне? Да. О, спасибочки. Пожалуйста. Сколько?
コルカティブデージュ。やっぱ変わったか。うん。うん。すごいか。すごい。久しぶりに食べるよ、久しぶり。Я знаю, что подумала, можно было соленые огурчики еще порезать. А, сюда, да, индия, да. Ладно, 今日はとりあえずこのままね。いただきます。おお。うん。この自家製のピザ何がいい？パイ生地使えるからすごいいいんだよ。これがうめえんだよ。うん。サクサク。うん。うん。うまっ。よかったね。うん。うん。熱っ。うん。いいじゃん。ああ、なんだろう、美味しいな。なんか、いい、なんつうの、なんか、例えがないような味。お店のピザ屋さんとか行くじゃん。で、頼むじゃん、食べるじゃん。油っぽいんだよね、少し。Я люблю вот этого слоёного. Да. Вот это тесто мне очень нравится. Больше нравится. Да, меня вот, ぜひ時々自家製のピザ楽しんでください。なんか口から飛んじゃったね、今。楽しんでください。オーブン、オーブンあるかな？オーブンある人だけかな？バイバイ。バイバイ。